懲戒試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう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 。2011年第1回日本語能力試験懲戒 N3。 これから N3 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。例。ホテルで会社員の男の人と女の人が話しています。女の人は明日何時までにホテルを出ますか？では明日は9時半に事務所にいらしてください。はい。このホテルから事務所までタクシーでどのぐらいかかりますか？そうですね、30分もあれば着きますね。じゃあ9時に出ればいいですね。あ、朝は道が混むかもしれません。15分ぐらい早めに出られた方がいいですね。そうですか、じゃあそうします。女の人は明日何時までにホテルを出ますか？最も良いものは1番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは1番ですから、答えはこのように書きます。では始めます。1番。会社で男の人と女の人がメモを見ながら話しています。男の人は何を注文しますか？必要な文房具書き出してみたんですけど、見てもらえますか？うん。ノリとボールペン。あ、ボールペンはいいわ。もう私の方で注文して今日届くことになってるから。はい。それからノートと封筒。あれ？封筒はまだ結構残ってたようだけど。まだあるんですが、今日の午後大量に使うので注文しといた方がいいと思ったんですけど。じゃあ必要ね。それからコピー用紙はね、毎月届けてもらってるから注文しなくていいのよ。はい。じゃあこれで注文よろしくね。はい、わかりました。男の人は何を注文しますか？2番。女の人と母親が話しています。女の人は友達に何をプレゼントしますか？お母さん、友達に赤ちゃんが生まれたんだけど、お祝い何がいいと思う？そうね、よく贈るのは着るものとかおもちゃだけどね。そうだよね、私も服がいいなって思うんだけど。ただみんな赤ちゃんの服やおもちゃをあげるでしょ？だから友達に使ってもらえるものをあげるのもいいんじゃない？え？服とか？服もいいけど、
赤ちゃんが生まれると着替えとかタオルとかいろいろ持ち歩くものが多くなるでしょ。だからたくさん入るバッグなんかどう？あなたが生まれた時もらって嬉しかったわ。そっか、じゃあ私もそうしよう。女の人は友達に何をプレゼントしますか？3番。友達から留守番電話にメッセージが入っていました。このメッセージを聞いた後、まず何をしますか？もしもし、雅子です。急なんだけど、明日の夜ご飯一緒にどう？駅の近くに美味しいお店を見つけたからそこで。そのお店結構混むから予約したいし、来られるかどうかなるべく早く教えてくれる？できたらご飯食べながら今度一緒に行く旅行の計画立てない？飛行機の予約は早い方がいいしね。じゃあね。このメッセージを聞いた後、まず何をしますか？4番。母親と息子が話しています。息子はこの後、まず何をしますか？あ、太郎？今から出かけるの？うん。駅前の映画館で友達と映画見てくる。あ、そう。それなら駅前の郵便局に寄ってこの荷物出してってくれない？ちょっと本屋に寄ろうと思ってたのにな。まあ映画の後にするか。じゃあ出してきてあげるよ。ありがとう。急ぎだから映画の前に行ってね。はい、お金。こんなにかかるの？余った分はご飯代にでも使いなさい。やった。息子はこの後まず何をしますか？5番。うちの玄関で男の留学生とホストファミリーのお母さんが話しています。留学生はこれから何をしますか？雨降りそうですね。傘は持ってった方がいいですか？今日は天気が良くなるって言ってたから大丈夫よ。はい。あれ？リビングのエアコンは消したよね。ええ、消してありました。ああそう。あ、いけない、台所の電気つけたままだった。ごめんね。ちょっと消してきてくれる？はい。台所の小さい窓は開いてるけど、閉めなくていいわよ。わかりました。留学生はこれから何をしますか？6番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこれからまず何をしますか？鈴木さん、今年の新入社員歓迎会のことなんだけどね、今年は週末に日帰りでどこかに行くのはどうだろう？日帰り旅行ですか。いいかもしれませんね。じゃあ今年はそういうことで準備してくれる？まずはどこへ行きたいかみんなに聞いてみて。そうですね。アンケートでも取りましょうか。あ、いや、やっぱりそんな時間もないし、鈴木さんが良さそうな場所を決めてください。インターネットとかで探してくれる？はい。で、そこで何をするかだな。食事しただけで終わるのはちょっとな。そうですね。まあ、それは場所が決まってから考えよう。調べたら教えてくれる？わかりました。
女の人はこれからまず何をしますか？問題2。問題2ではまず質問を聞いてください。その後問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。例、女の人と男の人がスーパーで話しています。男の人はどうして自分で料理をしませんか？あら、田中君、お買い物？うん、夕飯を買いにね。お弁当？自分で作らないの？時間ないか。いや、そうじゃないんだ。じゃあ作ればいいのに。作るのは嫌いじゃないんだ。でも一人だと材料が余っちゃう？それはいいんだけど、一生懸命作っても一人で食べるだけじゃなんか寂しくて。それもそうか。男の人はどうして自分で料理をしませんか？最も良いものは4番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。最も良いものは4番ですから、答えはこのように書きます。では始めます。1番。会社で女の人と男の人が話しています。2人はいつ相談しますか？新しい商品について相談したいんですが、いつにしましょうか？ああ、そうですね。今日が金曜日でしょ？今日はもうあまり時間がないから、じゃあ来週の月曜日はどうですか？ああ、来週の月曜日と火曜日は出張なんです。木曜日なら時間取れますけど。そう。木曜日は私がちょっと忙しいんで、出張から帰った次の日って忙しいですか？あ、はい、大丈夫です。じゃあその日にしましょう。午後時間空けておきます。二人はいつ相談しますか？2番。女の人と男の人が料理教室について話しています。女の人はどうしてこの教室に興味を持ちましたか？さん、料理教室に行ってるそうですね。楽しいですか？ええ、いろんな国の料理を作るんですよ。へえ、面白そう。私、日本料理は習ったことがあるので、
他の国の料理を作ってみたいと思っていたんです。その教室はいつやってるんですか？月に1回、最初の土曜日の午後です。先生の話を聞いた後、小さなグループに分かれて料理を作ります。そうですか。料金はちょっと高いんですが、人気があるんですよ。よかったら連絡先を教えましょうか。ああ、ありがとうございます。女の人はどうしてこの教室に興味を持ちましたか？3番。女の学生と男の学生が話しています。男の学生はどうしてアルバイトを変えましたか？アルバイト？うん、実は今日からコンビニでアルバイトすることにしたんだ。え？自動車工場のアルバイトは？朝早くからだったし大変だったの？いや、早起きは平気なんだ。それに時給もまあまあ良かったし。じゃあなんで？物を作る仕事も楽しかったけど、学生のうちにいろいろな仕事をやってみたくてね。そっか、頑張って。男の学生はどうしてアルバイトを変えましたか？4番。図書館で男の学生と係の人が話しています。図書館のパソコンコーナーで何をしてはいけませんか？すみません、パソコンを使いたいんですが。はい、どうぞ。インターネットは使えますか？ええ、利用できます。でもメールはご遠慮ください。わかりました。あとプリンターは？ああ、プリンターはお使いになれますが有料です。あ、そうですか。それから DVD は見られますか？はい、大丈夫ですよ。図書館のパソコンコーナーで何をしてはいけませんか？5番。大学で男の留学生が係の人にホームステイについて聞いています。男の留学生はどうしてホームステイに参加できませんか？すみません、このホームステイに申し込みをしたいんですが、締め切りまだですよね？はい、まだ間に合いますよ。参加は初めてですか？いえ、2回目です。2回目でも大丈夫ですか？はい、大丈夫です。日本に来てどのぐらいになりますか？10ヶ月を過ぎたところです。あと1ヶ月で帰国する予定です。そうですか。実はこのホームステイは来日してから半年以内の留学生しか申し込みができないことになっているんですよ。え、そうなんですか。
男の留学生はどうしてホームステイに参加できませんか？6番。テレビで男の人が自分の仕事について話しています。男の人は何が嬉しいと言っていますか？私は新しく町にできたスーパーの社員です。でも店の中では働いていません。毎日車で新鮮な肉や魚など店の商品を遠くの村まで売りに行っています。一日に5つぐらいの村に行きます。お客さんは多い日も少ない日もありますが、私の車が来るのを楽しみに待っていてくださいます。皆さんに喜んでもらえるのがやっぱり私には一番嬉しいです。男の人は何が嬉しいと言っていますか？ここでちょっと休みましょう。ではまた続けます。問題3。問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。例。女の人が友達の家に来て話しています。田中です。あ、はーい。昨日友達が泊まりに来てたんで片付いてないけど入って。あ、でもここですぐ帰るから。この前借りた本なんだけどちょっと破れちゃって。え、本当？うん、このページなんだけど。あ、うん、このくらいなら大丈夫、読めるし。本当？ごめん。これからは気をつけるから。うん、いいよ。ねえ、入ってコーヒーでも飲んでいかない？ありがとう。女の人は友達の家へ何をしに来ましたか？1。謝りに来た。2。本を借りに来た。3。泊まりに来た。4。コーヒーを飲みに来た。最も良いものは1番です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。最も良いものは1番ですから、答えはこのように書きます。では始めます。1番。留守番電話のメッセージを聞いています。
もしもし、田中ですけど、明日映画に行くことになってたよね。でも急に出張が入っちゃって。それで悪いんだけど、来週にしてもらってもいいかな。僕から誘ったのにごめん。映画の後食事ご馳走するから。じゃあまた電話するよ。ほんとごめんね。田中さんが一番言いたいことは何ですか？1、出張に行くこと。2、映画に行く日を変えてほしいこと。3、食事をご馳走すること。4、また電話すること。2番。男の学生と女の学生が話しています。今度の日曜日、みんなで海に行こうって話があるんだけど。海？いいね、楽しそう。うん、海で花火もするよ。どう？来られそう？面白そう。でも今度の日曜日だよね。月曜にテストがあるんだ。テストがなかったら行きたいんだけど。土曜日に頑張ったら大丈夫だよ。苦手な科目だから一日じゃきついかも。また今度誘って。女の学生は日曜日に海へ行くことについてどう思っていますか？1、楽しそうだから行くつもりだ。2、楽しそうだが行かない。3、興味がないから行かない。4、興味はないが行くつもりだ。3番。女の人が男の人に旅行の感想を聞いています。週末旅行に行ってきたんだって？両親を温泉に連れて行ったんだ。桜の綺麗な季節だしね。偉いね。ご両親も喜んだでしょう。うん、でも向こうはもう暖かくて、桜はほとんど終わってたし、休日だから渋滞してて。そっか。温泉に入れば疲れが取れると思ってたんだけど、僕はずっと運転だったからね。大変だったね。でもまあ、両親は久しぶりにゆっくりできてよかったって言ってくれたから。じゃあそれが一番じゃない。まあね。男の人は旅行についてどう思っていますか？1、桜が綺麗でよかった。2、温泉で疲れが取れてよかった。3、両親が疲れたのでよくなかった。4、両親が満足してよかった。問題4。問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。例、ホテルのテレビが壊れています。何と言いますか？1、テレビがつかないんですが。2、テレビをつけてもいいですか？3、テレビをつけた方がいいですよ。最も良いものは1番です。回答用紙の問題4の
例のところを見てください。最も良いものは一番ですから。答えはこのように書きます。では始めます。1番。先輩が忙しそうなので手伝いたいです。先輩に何と言いますか？1。あの、手伝ってくれませんか？2。あの、手伝いましょうか？3。あの、手伝いませんか？2番。試験に合格したので先生に伝えたいです。先生に何と言いますか？1。今回はおめでとうございます。2。今度合格なさいました。3。おかげさまで試験に受かりました。3番。友達と食事をしています。醤油を使いたいです。友達に何と言いますか？1。醤油取ろうか？2。醤油取ってくれない？3。醤油取ってもいいよ。4番。会社でお客さんを部屋に案内しました。何と言いますか？1。どうぞおかけください。2。座らせていただきます。3。席をお取りしましょうか。問題5。問題5では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、練習しましょう。例。すみません。今、時間ありますか？1。10時20分です。2。ええ、何ですか？3。時計はあそこですよ。最も良いものは、2番です。回答用紙の問題5の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから。答えはこのように書きます。では、始めます。1番。リンさん、明日のアルバイト、3時に来てほしいんですが。1。いつでも来てください。2。都合はどうですか？3。はい、大丈夫です。2番。田中さん、明日の旅行は8時出発ですよ。遅れないようにね。1。気をつけます。2。そうしてください。3。よく気がつきます。
3番。あれ、雨ですか？そんなに濡れちゃって。1。じゃあ傘はいりませんね。2。いつ降るんでしょう。3。急に降ってきたんです。4番。暑いのでちょっと窓を開けてもよろしいでしょうか。1。じゃあ閉めましょう。2。ええ、構いませんよ。3。いえ、どういたしまして。5番。お客様、こちらで召し上がりますか？お持ち帰りになりますか？1。はい、大丈夫です。2。ここで食べます。3。いいえ、持ちますよ。6番。バス、なかなか来ないですね。1。道が混んでるんでしょうか。2。バスにしてよかったですね。3。ずいぶん早そうですね。7番。あの映画、もうやってないんだって。1。じゃあ明日見に行こうよ。2。うん、まだやってないみたい。3。え、終わっちゃったんだ。8番。このプリントクラスのみんなに配っといてもらえますか。1。あ、取ってあります。2。はい、やっておきます。3。すぐもらえると思います。これで懲戒試験を終わります。